ドルナッハは、スイスのゾロトゥルン州にある、ドルネック地区の基礎自治体、ドルナッハとも表記される。ドルナッハの戦いの記念碑ドルナッハは1223年に、初めて記録に現れ、1307年には、現在の名で呼ばれていた。1499年には、ドルナッハの戦いの舞台となり、シュバーベン戦争の終戦、さらに、 スイス同盟の神聖ローマ帝国からの事実上の独立を招いた。ドルナッハの戦いは1949年に記念碑に記された。今日、ドルナッハはゲーテアルムで有名であり、ルドルフ・シュタイナーによって設立された普遍アントロポゾフィ教会の教会本部が置かれている。2009年現在、5.77平方キロメートルの面積を持つドルネック地区に位置し、 ドルナッハドルフとドルナッハブルックからなる村で構成されている。19世紀後半まで2つの村は完全に分かれていた。市の紋章記述はアラザンツーフィッシュ、フックスインバーテッドア,ド,アドースとセーブルと表される。ドルナッハの死傷2018年12月現在、ドルナッハの人口は6780人。過去10年間に 人口は4.2%の割合で変化している。2000年現在、人口のほとんどがドイツ語話者であり、5212人に、上る。次いで多いのがイタリア語話者で、137人。3番目がフランス語話者で91人。ロマンシュ語話者は6人。歴史的な人口変化は次のグラフのように表される。ゲーテアヌムと周囲の建築物や、ドルネック城の旧跡は、 国の文化財として指定されている。ありがとうございます。